早くね、終わんない。いた、ヘリ好きだよ、愛してる。はい、どうも、リュウヤです。とモフモフテレビのミユだけです。で、私はですね、9月の誕生日なんですよ。で、私はあの前さ、ヘリとさコラボしたさ、江崎さんいるじゃん。ああ、いる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 じゃん、一緒にコラボしてたじゃん。してた。江崎さんの風という曲を聴いてみたいんですよ。ああ、いいいい。まあ連絡先は知ってんのよ、交換したから。あ、でも、まあまあタンプレとしてね、まあまあできるんだったら俺の力で江崎呼んじゃう。マジで？でも呼べるかわかんない。あの人も音楽制作とか忙しいから、その住んでるところが神奈川だから。あ、じゃあ無理かな。無理な可能性があったらちょっと呼べないけど、まあちょっと一回電話してみるわ。オッケーです。あ、もしもし。出た。あ、出た出た出た。あ、あのさ、今モフモフ TV さんのミュウちゃんといるんだけど、もし可能だったらちょっと住所教えるからさ。来てもらえるかなみたいな。そう、みゆちゃんが会いたいって言ってくれ、言ってて、その風を聞きたいって言ってて、生歌歌えるんだったらまあいいのかなみたいな。じゃあ了解しました。じゃあまたね。え、え、何、どうだったの？多分ね、来れる。え、もうそう、タイミング良くない？たまたま運だと思うし。え、これポンさん、タイヤさん大丈夫ですか？いいよ。あ、全然いいですか？え、本当に大丈夫なの？やったということで、江崎くんが猫の風をね。お前なんでなまってんねん。うせえ、なまどい。風風なの？風。お前、お前ちょっと待って。お前、何ギュしたの？ちょっと怖いんだもん。お前、メガネ割ってやるから。江崎呼んでやったら俺だぞ。お前繋げてやってんだからさ。江崎さんを呼んでもらったとしてもいくらのギューはしない。お前さ、ここ日本かもしんないけど別にアメリカじゃね、ほっぺにチューとかさギューとかだってスキンシップの一つだからな。もうここ日本、日本だし。出た。次。え、誰か来たよ。もう、あ、あのね、江崎くん呼ぶっつってるから今日それかもしれない。じゃあちょっと呼びに行くわ俺も。え、人も来て来た。江崎くん、江崎くん来たよ。え、江崎くん来た来た来た。え、マジで言ってる。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。え、なんでなんでなんであんたの歌うの。いや待って待って、あんた音痴。すごい江崎。ちゃんと言うな。すごい江崎。本物です。本物の江崎さんだ。わざわざお越しいただいてありがとうございます。ありがとうございます。悪いけどね、ただではね、ミュウに絶対歌は聴かせないってこと。え、もしかしてこれ有料ってこと？じゃあ俺はこれを YouTube 企画にしたいなと思って、江崎も含めてだよ、お前たち家族みんな含めて罰ゲームルーレットをしていきたいと思います。あー、どういうことだよ。待って待って、聞けないで。ただ聴くっていうのはちょっとおかしいんじゃないかなと思って。せっかく来てくださったのに罰ゲームとは絶対ありえないよ。ということで今日は罰ゲームルーレットをしていきたいと思います。気持ち悪っ。うわ、はい、ということで今からヘリウム君にね、この卵を割って、やめろそのポチって。本当に生じゃねえかよ、マジで。いきます。ちょっと待って。事故です。ちょっと歩き回るな、おい。ストップ。ラップでキス。負けた人間が俺とラップでキスになります。最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょう。よーマジガチのやつね。しょうがないね、ガチだからね。あ、いいねいいね。早くして、早く、いいよ、早く、ね、見えなくなってくる。早くして、早く、早く、ね、早くして、ね、早く、ね、普通にはね。俺が下みたいになってんじゃん。確かに。そもそもさ、考えてみ、こいつの誕生日プレゼントで俺呼んでるわけじゃん。お前が俺にキスしなきゃ意味ねえじゃん。やっぱり俺はミュウとキスをしたいと思います。ね、早く。目つぶってて。じゃあ
スジャンプで見えてたよ。本気の危ねえ今。危ねえ今。血出るやつ、血出るやつだよ。いやだよ。大丈夫、ラップだから、ラップだから大丈夫。ラップだからね。ガチで僕起きた。おお。何？ミュウ。出てもの。虫はやだ。虫は NG なんです。虫やない食べ物だもん。食べたことある？ね、やめてマジで本当に。おい下がれ。一回下がれ。こちらですね。見えますか？こちらイナゴになりますね。イナゴ。いっぱい足がある。おう。ね見てこの足やばくないですか？この足。リアルでしょ。てか、さっき巻き込まれまくりじゃね。サプライズで呼ばれてる。マジで。はい、いけ、はい、いけ。あ、寒い。え、待って、ちょっと食べたの？すごいね、さきくんもやったわ。何カリっていうのマジで無理。マジマジカリカリパリがうーわ硬い硬い。そうそれ欲しいね。うわー。うわー。私服交換。誰と私服交換するかね。いや私絶対無理だよ。私サイズちっちゃい。私も絶対無理。いいからやるよ。とりあえずあやさんが罰ゲームとして次の番なんですけれども、僕のこのズボンを下だけ履くということです。バッキリ進めるんじゃない。じゃあそれでは私服交換します。え、こんなの履きたくない。ママ絶対早くしておくか。やだやだパンツなの。ここでストップだ。パツンパツンで入んない。早く返して。逆に早く返して。お前私のこと丸だって言っただろ。いやもう返して。もういい加減で歌って。本当にこんな罰ゲームもう嫌だ。わかったわかった、もう歌って終わりにしよう。俺ももう帰りたいよ。首元の生卵の匂いでさ。自分から罰ゲームやるって言ったのになんで後から文句言うの。ということでね、あとの最後に江崎くんの歌で締めたいと思います。やヘリ好きだよ。怖い。ありがとう。ちょっ痛い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